いやー、世の中きな臭くなってきてるぜ。どうかしたのマリサ？ほら最近は戦争の話題が多いし、生物化学兵器とか戦術核って話も出てるし、恐ろしい世の中になってきてるぜ。確かにそんな話題が多いね。けどほんと一方的に攻め込む侵略戦争みたいだし、許されるもんじゃないね。まったくだぜ。けどほとんどの国際社会は攻められてる国の味方してるし、攻防は続いてるけどかなり持ちこたえてて、すごい前線も続いてるみたいだぜ。それでなんか最近ヴィナス戦記って作品思い出しちゃったよ。唐突だな。いやちょっと似た要素もあったし、どんな話なんだぜ。まあざっくり言うと、ある出来事がきっかけで人が住める環境が整えられ、人類が移住してる近世で、勢力を二分する国が、片方の国の首都を侵略し、その奪還のための戦いに巻き込まれた少年とその仲間たちの話だよ。なんかガンダムみたいな展開だな。さすがマリサ、いいとこ気づくね。なんだぜ。ガンダムなどで有名な安彦義和監督作品で、ガンダムやジブリのアニメーターやスタッフが集まった、高い作画と技術、デフォルメされたかっこよく印象的なメカヤマシンたち、声優には人気アイドルや多くの大物が使われた贅沢さに、久石譲さんにより印象的な音楽とかなりハイクオリティの作品なんだ。凄そうな作品だな。そして安彦監督がアニメ制作の仕事を休止するきっかけにもなって、幻の超大作とも言われてた作品だよ。何があったんだぜ？まあそれは後で話すよ。気になるぜ。それじゃ今回は、すごいスタッフが集まり、印象的なマシンに噛みかかった作画、近世での激しい戦争に巻き込まれる、主人公を軸にした壮大なストーリー、ヴィナス戦記を紹介するよ。さっきの話がめちゃくちゃ気になるぜ。2003年に氷の外惑星が近世に衝突して、大気のベールが剥ぎ取られ、砕け散った氷が地表に酸性の海を作ったため、地球化と移民計画が着手され、水を中和して、酸素を分離するプラントが作られ、2018年に移民団の第一陣が送り込まれ、ヴィナス世紀がここに始まったみたい。めちゃくちゃ壮大な話だな。それから72年後の2089年、強大な軍事力を誇るイシュタルと、肥沃な国土に恵まれたアフロディアの二大自治州に分かれ、激しい対立が行われている。安彦監督原作で、未来の近世を舞台にした、SF 漫画作品のアニメ劇場版。結構先の未来の話なんだな。けど今だったら火星移住の方が現実味ありそうだな。まあこの世界でも偶然的な要因からだったしね。そこには宇宙港があって、地球との定期シャトル便で繋がり行き来がある感じ。ただ移動には3ヶ月くらいかかるらしいよ。そりゃそんな簡単に行けるとこじゃないしな。土地はほぼ緑がない乾いた荒野が広がり、その中に町が作られ、町は少しエキゾチックさがあり、市街地はごちゃごちゃしたモールのような雰囲気。木材が貴重なこともあり石造りの建物が中心で、バーの内装がヨーロッパの地下にありそうな怪しげな雰囲気が印象的。野菜とかどうしてるんだろうな？農業プラントみたいなのはあるみたいだよ。ヒロインの家で野菜ジュースや、野菜入りのサンドイッチなんかも作ってたし、猫の餌に魚をあげてたりしてたし、地球からの輸入や養殖とか色々あるんじゃない？まあ未来の話だしなんかの技術もありそうだな。ただ地球と比べると環境が悪く、きな臭い雰囲気もあるためか治安も悪いようで、ローリングゲームって呼ばれる、一輪のバイクでレースしながら敵のマシンをクラッシュさせる。結構危険で激しいバイクバトルレースの人気があり、勝敗に対する賭け事が盛り上がってるよ。ギャンブルが関わる物事は人気になりやすいしな。原作ではアフロディアの首都エオシティに突如敵が現れ侵略され、A 級リーグを目指し、ローリングゲームの B 級リーグで活動するバイクチーム、キラーコマンドゥーズの、反骨心の強い主人公とそのメンバーたちがその侵略に巻き込まれ、ひょんなことからアフロディア軍のバイク部隊に入ることになり、侵攻を続けるイシュタルとの戦いを描いた一部と、すごい展開だな。終戦後のイシュタル内で続く覇権争いの中、野望を抱く少佐の陰謀により家中の人物たちが消され、片方の未亡人が実権を握り、その陰謀に巻き込まれ、左遷された見習い順位が仲間と共にその少佐に挑んでいく。イシュタル側にフォーカスが当てられた第二部の構成になってて、なんかドロドロしてそうだぜ。この作品では一部の話が描かれ、その激しい戦いや、主人公が抱える心の葛藤に揺れ動く感情、そして登場する一輪のバイクや、タフで攻撃性能が高い戦車など、メカニックなんかがとても印象的だよ。そこはさすがってところだな。ヴィナス戦記ってタイトルは、近世の英語名ヴィーナスから来てて、そこはなんとなくイメージつくぜ。最初の設定では近世は小惑星との大衝突、グレートバンプによって自転と公転が等しくなり、常に同じ面を太陽に向けてるため昼夜は変わらないようになってたけど、地球と月の関係みたいだな。実際の近世は自転と公転の向きが逆という指摘を受けて、
第2部とこの劇場版は、非常に長い周期で昼夜が訪れる設定に変えられたみたいだよ。そういうことはあるし、しっかり耳を傾けるのがすごいぜ。原作は第3部が予定されてたけど、安彦監督が劇場版にかかりきりになったこともあって、2部終了から連載が休止され、それ以降再開されてないよ。残念だな。この映画の影響ってところもありそうだけどね。ますます意味深だぜ。ストーリーはローリングゲームのバイクレースシーンから始まり、地球から近世の異なる文化や風俗を視聴者に紹介するためと、特ダネを求めてやってきた若い女性ジャーナリストがアフロディアにやってきて、持ち物検査に引っかかり、着てるものをすべて脱がされチェックされ、地球ジャスキャンティっていうのといったセリフが印象的。時代を感じるぜ。街へ向かう途中は所々に軍隊や軍設備が配備され物々しい雰囲気。主人公たちは激しいバイクバトルレースに興じてて、女性は地下のバーにいる情報屋の元へ行き、没収されたカメラの代わりと、前任者からのプレゼントとして自動拳銃を受け取り、生きて帰りたきゃ使わないこととメッセージも受け取り、なんか物々しさがあるぜ。代金としていくつかのタバコを渡すと釣りがいるなと言われ、その代わりに情報を聞くと、戦闘はイシュタルが優勢で進行は続き、この世にも来るかもしれないと言われた矢先に空襲警報が、タバコで支払いができるんだな。ちゃんとした通貨もあると思うけど、自然がほとんどない荒廃した土地だし、地球産の代物は高価ってとこもありそうだしね。確かに輸送だけでもすごい時間がかかるしな。空からイシュタルの進行が始まり、投下されるたくさんの戦車、レースのスタジアムそばには損傷した輸送機が墜落して、レースどころの騒ぎではなくなり本格的な戦争が始まり、逃げ惑う人々に反して女性ジャーナリストは戦場に突っ込んでいき、カメラ片手にミサイルが来ても罵声を浴びせるほどアグレッシブ。ジャーナリスト根性だぜ。女性を送るためたまたま通り合わせた主人公のチームメンバーの車と鉢合わせ、強引に乗り込み彼らのアジトに一緒に行くんだ。ほんと強引な女性だぜ。わずか1日で首都は陥落して、街には警備兵により移動が制限されてる印象。主人公はヒロインの買い物に付き合わされるけど、その変わってしまった光景にヒロインは卒倒し、その時抵抗勢力からの攻撃があり、あたりは物々しい雰囲気。いつ何が起きるかわからなそうな状況だな。この状況に苛立ちを覚えるバイクチームのリーダーの女性は、一人スタジアムの様子を偵察しに行き、その現状に悔しさを覚え、ジャーナリストの女性は社にそのネタを持ち込むけど没にされ、何らかの圧力がある雰囲気。伊を占領したイシュタルの司令官は、降伏宣言があったにもかかわらず、止まることのない組織的な抵抗に苛立ちを覚え、有力者を集め叱責し中止させようと画策。いろんな方向にいろいろ渦巻いてるぜ。街では時間制の外出禁止令が出され、夜のアジトではオーナーと怪しい訪問者が何やら取引をしてて、翌日苛立ちを隠しきれない主人公が街にいると、疎開中の親戚の高級マンションにいた仲間に声かけられ訪問。女性メンバーとイチャイチャして過ごし、物資も大量で快適そう。アジトをここにしようなんて話してると訪問者があり、ビビるメンバーの代わりに主人公が応対すると警察で、強制的に侵入されボコボコにされる始末。めちゃくちゃだぜ。どうやらマークされた有力者の家で、さらに彼らは不法占拠してたみたい。混乱に乗じてってやつだな。追い詰められながらも隙をついて逃げ出した主人公。すぐに網が張られ同時に外出禁止時間になり、地下に入り逃げ続ける彼。執拗に追い続けられ市場の屋根に落ち、さらに追われ逃げようとするとバイクを見つけ、持ち前のテクニックでそれを操り、アクロバティックな運転でなんとか切り抜けていくけど、なんだこの運転危なすぎるぜ。一輪だからこその芸当だね。結局追い詰められてしまい、後ろから発砲されバイクは事故り、辛くも逃げ切れたけど足を打たれ苦しい状態。そのままヒロインの家に行き手当てをしてもらい休むことができ、食事を作ってもらいいい雰囲気になるけど父親が帰宅し裏に隠され、言い争いが聞こえ怒りを感じそのまま家を飛び出しアジトへ向かい、よく怒りを感じる主人公だな。ほら思春期はいろいろあるし、アジトでは前の取引で何かを感づいたバイクチームのリーダーが、隠された武器を見つけメンバーが興奮してるとオーナーから怒られ、リーダーはこれを使ってスタジアムを取り戻すつもりだけど、オーナーからは制止され、オーナーが昔地球で戦車と戦い足を失ったことを教わりムードが沈むけど、そこに主人公が現れオーナーに食ってかかり、内緒で奪還のための準備を進めるけど、そこにオーナーが登場して協力してくれることに、結局は味方してくれるパターンだな。準備が整いスタジアムに向け動き出すメンバーたち、そこに待ち受けるのはイシュタル軍の兵士に、対戦車ミサイルでもびくともしない競走行の戦車、マシンの機動力でなんとか逃げ回るけど徐々に追い詰められていき、起死回生にオーナーが燃料を詰め込んだタンク車を戦車に突っ込ませ大爆発を起こし、皆喜び勝利を確信したけど、煙の中から現れたのはほぼ無傷の戦車。どんだけ競走行なんだぜ。
混乱して逃げる仲間はやられ、攻撃するもびくともせず、主人公はそこにあったクレーンに目をつけ、それを駆使して戦車に攻撃を仕掛け、抑え込むことはできても戦車からの攻撃はやまず、主人公を助けようとするオーナー。なんとか戦車を谷に落としたけど、その反動でクレーンも壊れ、巻き込まれなくなるオーナーと、破壊に飲み込まれていく主人公。そこに新手が現れ逃げ出すメンバーたち、そこをすれ違う武器を積んだ一輪のバイク。クレーンに挟まれ逃げられず敵戦車が迫る主人公の前で突然戦車が攻撃され、アフロディア軍のハウンド部隊の隊長に助けられ、不満を抱えながらも部隊に協力して、紆余曲折しながらイシュタル軍との激しい戦いに身を投じていくって展開だよ。すごい展開の話だな。部隊に入った後もまた色々とあって、相変わらず怒りを抱える主人公だよ。ブレないんだな。アフロディアとイシュタルの戦争に主人公たちが巻き込まれていくって話のため、結構いろんな登場人物がいる感じ。まずはローリングゲームチーム、キラーコマンドゥーズ最強のポイントゲッターで主人公のヒロ。大人の嘘や詭弁を嫌い、常に怒りを感じ反抗的な態度が印象的な青年。家は事業を行いお金持ちみたいだけど決別してる雰囲気。閉塞感にまみれたヴィナスの未来に絶望して、ローリングゲームではその憂さ晴らしを兼ねて、死と隣り合わせのラフなプレイを繰り返してるみたい。夢も希望もない感じだぜ。よく人に突っかかり、やられたらやり返す血の気の多い性格で、いわゆるすれた若者。バイクのテクニックに関してはチーム1で、結構無茶な運転をするけどうまく乗りこなしてて、当初軍には非協力的で、軍に協力する仲間を罵ることもあったけど、スタジアムでの仲間の死で、受け入れがたい心の葛藤が芽生え、さらに任務での仲間の死や、隊長との決闘に、敵との激しい戦いなどで、徐々に彼の中の何かが変わり始め、それほど大きなものではなかったけど、彼の心の変化や、成長なんかも描かれてたよ。耐え難い経験で心は動くけど、すごく複雑そうなキャラだぜ。反骨精神の塊だよ。次は優しく世話好きで女の子らしいヒロインのマギー。ヒロの恋人でいつもヒロのことを気にしてる可愛い女性。学生の傍らチームの応援を行うチームラルとして参加してて、ヒロが怪我をして訪ねた時は適切な応急処置をし、看護の成績が良いことを自慢してて、普段は明るく元気で優しい女性だけど、戦争というリアルな現状を見て感情が抑えられなくなることも、そりゃ相当ショックな出来事だしそうなるのも仕方ないぜ。父親は金星開発局に勤めてて裕福な家庭って雰囲気。父親以外はすでに疎開してて、彼女も父親から疎開の話を聞かされるけど、ヒロと離れたくないこともあり、そのことには反対してたよ。けなげで可愛らしい子っぽいな。次は地球から来たインディペンデント通信社の若き女性記者数。金髪でスタイルが良く容姿に自信があり、男性に色目を使ったりする女性。金星には特ダネを求めてきたようで、戦場にも臆さず突っ込んでいく。若さもありガンガン行くタイプ。勝ち気でズーズーしさもあり、言いたいことははっきりという女性で、自分のことは差し置いてずけずけと物を言うためヒロとたびたび対立することがあり、支局に自分のネタが使われないことに対してめちゃくちゃ抗議するほど、気の強そうな女性だぜ。スクープのためなら何が何でもって勢いがあったけど、知り合ったメンバーたちが窮地に立たされたり、潮間のあたりにして臆してしまうこともあり、戦争の現実を目の当たりにして考え方が改められていくとこがあり、感情に任せて敵の司令官のもと永久討としたこともあったよ。すごい行動力だぜ。けどセーフティーロックのことを知らず不発に終わって、じゃじゃ馬感がある女性だったよ。アグレッシブだぜ。次はキラーコマンドゥーズのリーダーでかっこいい女性ミランダ。すごく美人で凛としてるけど、勝ち気な性格で凄みもあるためメンバーからは恐れられてる存在。彼女も怒りを抱えヒロに似たところがあり、レースを台無しにした敵への復讐を考え、オーナーが隠す武器のことを知りその復讐を強行することにして、自らの計画で仲間を失う結果につながり、軍に協力するきっかけを作ったとこもあり、ヒロに対しては何かしらの感情がある感じもあったよ。綺麗で強気なお姉様だな。次はチームメイトの陽気な男性ウィル。人生を明るく楽しく過ごしたいと思ってて、明るく楽観的な性格。チーム内ではヒロに次ぐ実力を持ち、気楽に誰とでも接する潤滑油的な立ち位置。戦争の混乱中にチームギャルを送ってる時数に偶然出くわし、強引に乗られアジトへ連れてったけど、彼女に一目惚れしてその後よく行動を共にする中、軍に入った中では一番乗り気で率先して前線に赴き、成果に酔いしれ調子づいてたところもあったよ。気楽に楽しく流れに任せてって感じだな。次もチームメイトでお調子者なジャック。サングラスがトレードマークの明るく陽気な男性。数のパンツの色の掛けをしてたり、疎開中の高級マンションに勝手に住み着くなど、変なとこで行動的なキャラ。気のいい男だったけど、スタジアムの戦闘で最初の犠牲者になっちゃったよ。
家主がいないとはいえ勝手に住み着くとかすごい根性だぜ。痛い目に遭ってたけどね。次はチームギャルで赤毛でキツネ目のキャシー。少し派手めでギャルっぽい服装、ウィルといい関係だったけど数に取られてご立腹。ジャックと共にマンションで過ごしいい関係っぽくなってたけど、警察の立ち入りで情けない姿を見て振ったみたいだよ。切り替えが早い子だぜ。次はキラーコマンドーズのチームオーナーで、バイク部品のジャンクやガリーヤードを経営するガリー。ガリーと書かれた帽子がトレードマークで、口が悪く怪しさもある男性。帽子といいジャンク屋といい自己主張が強いな。口は悪いけどメンバーたちの良き理解者ってとこもあり、ジャンク屋を彼らのアジトとして提供して、そこで寝泊まりもさせてあげてるみたい。軍の武器を密売する裏稼業もしてて、過去は彼らのように怒りを抱え、地球で戦車に挑み仲間と右足をなくした経験があり、当初彼らの襲撃計画には反対してたけど、ヒロの言葉や彼らの行動に感化されてか協力することになり、燃料を詰め込んだタンクを戦車にぶつけるなどの活躍をしたけど、ヒロを助けようとしなくなってしまったよ。彼らの気持ちがわかる良き理解者だったっぽいな。次はヒロたちを救い部隊に入れた、アフロディア軍の戦闘バイク部隊ハウンドを率いる若き隊長カーツ隊。クールな二枚目で冷静な性格、感情をあまり表には出さないタイプ。若くしてその座にいるだけありかなりの実力者と思われ、隊員に対してはともかく、上官に対しても高圧的に接しかなりの自信家な雰囲気。隊員に関してはただの駒と考えてる節があるけど、ヒロとの対決や、戦場での活躍を見てその実力を認めていくようになるよ。かなりありてっぽいキャラだな。次はカーツの上官で戦闘バイク部隊ハウンドの最高指揮官シムス大佐。技術将校出身で機動力を活かした戦闘用モノバイを開発した人物。スキンヘッドにヒゲといったいかつい風貌。将軍にバイク部隊の活躍を褒められた時はそのコストの安さや有用性について伝え、部隊の活躍を誇らしく感じてるとこもあったよ。スキンヘッドとヒゲって悪そうだぜ。次もカーツの上官チーフ。バイク隊員の活躍を認めてて、将軍に発言をするけどカーツに突っ込まれたジログけど、比較的人間味のある上官だよ。様式派っぽいぜ。最後はアフロディアの使徒を陥落させたイシュタルの司令官ドナー准将。電撃的な大攻勢でわずか1日で落とし、敵軍の作戦を見極める冷静な判断力を持ってる有能な男。制圧後も現れ続ける抵抗勢力に怒りを覚え世の首脳部を叱責して対応に当たらせたり、アフロディア制圧を目指し、それを足がかりにさらなる権力を手に入れようとも目論んでた野心家。ただプライドの塊のようで、侮辱されると心底怒りを募らせ冷静な判断ができなくなるみたい。比較的私的な感情に飲み込まれるポンコツ性能もあったよ。残念さがあるぜ。まだ他にも若干怪しさもあるキャラなんかもいたけど、大体メインどこはこんな感じ。主に主人公が中心だけど、オリジナルキャラの数にフォーカスが多めに当たったり、バラエティに富んだキャラたちが印象的だったよ。結構多めなんだな。チームメンバーも多いしややこしさがあったよ。そしてそのキャラの声優たちもかなりのメンツが揃ってて、ほとんどが今では主役級をやってるような大物揃い。特出するのがブラックジャックのピノコや、ちびまる子ちゃんのお姉ちゃんで有名な水谷優子さんがヒロイン役で、ガリー役はトッツァンでおなじみの銭形警部役だった納屋五郎さん。ドナー役には北斗の拳の霊や、様々な主要キャラを務めた特徴的な声の塩沢兼人さん。3名とも亡くなってるな。惜しい人たちだったね。シムスはターミネーターでおなじみの源田鉄章さん。主人公は当時大人気だった少年隊の上草勝秀さんなど芸能人が使われたり。なんといってもカーツの声がシャアでおなじみの池田秀一さん。やはり池田秀一さんというとシャアのイメージが強くて、渋くてクールで2枚目、そしてニヒルで策略的な雰囲気など、かなり合ってたキャラだったけど、やっぱりそのイメージが強くてシャアっぽく見えちゃうとこもあったね。池田秀一さんっていうとシャアってイメージ強いからな。さらに今ではマルチに活躍する有名人、山寺宏一さんもちょい役で出てるよ。贅沢だぜ。当時はまだ若手でもあったしね。そんなすごい声優に加えて、今では大御所と言われる多くのアニメーターが関わってるのが特徴で、監督と脚本は安彦監督自身が務め、脚本には SF 系小説で有名な笹本雄一先生も加わり、作画監督にはルパンやダブルゼータ、シティハンターの作画監督や原画、キャラデザで有名な女性アニメーター上村幸子さん。シティハンターはコミカルさもありめちゃくちゃかっこよかったぜ。ちなみに旦那さんはシティハンターや名探偵コナンで有名な小玉健史さんだよ。そうなんだな。補佐にはロボやメカ関係を得意としてて、マクロスやガンダム、アキラなど様々な作品に関わった中森文さんに、先行のハサウェイにも携わってるな。ガンダム関連の原画や、いろんな作品でキャラデザとしても有名な川本俊博さん。確かカウボーイビバップでキャラデザとかしてたな。メカニックデザインにはダブルゼータガンダムやジオ、バウンドドッグの生みの親で、
ガンダムシリーズのモビルスーツで有名な小林誠さんに、モビルスーツあってのガンダムだしな。造形作家としても有名で様々な作品を世に送り出してる横山光さん。ガンダムやゴジラ、ゲームなんかでも有名だな。メカニック作画監督にはカナダフォロワーでもあり、安彦監督推しと仰ぎ、ガンダム関連や様々な作品に関わった佐野博俊さん。バースにも参加してたな。演出には今ではアニメーション監督としても名高い木村光一さん。ラストエグザイルとかすごかったぜ。美術監督にはジブリ作品やカリオストロの城、ビューティフルドリーマーなど、数々の作品で背景や美術に関わった小林七郎さん。名だたる作品に参加してるぜ。そして音楽監督にはジブリ作品や北の作品などに携わり、世界的に有名な音楽家久石譲さん。超大物だぜ。音響監督には声優や役者としても活躍されてた千葉光一さん。多彩な人だったぜ。さらに作画には様々な作品に携わり、今でも一線で活躍される若き日の浮浦博之さんや山下雅人さん、井上俊幸さんや大貫健一さん、大橋義満さんや大森隆弘さんなど、凄腕のアニメーターが携わってて、作画のクオリティは神かかってるところがあり、ほんとすごい面々って感じだぜ。どのシーンもかなりの凄さで、特にバイクレースの激しさや、戦闘の攻撃に爆発のシーンなんかはとても見応えがあり、さすがの作画レベルってとこがあったよ。重要なとこでもあるしな。キャラデザはガンダムっぽさが結構あって、特に男性キャラはその癖が強く、どっかで見たことあるようなキャラ感があったけど、女性キャラはみんな綺麗で可愛く描かれてて、主人公はどことなく見た目はダブルゼータのジュドワーシタを思わせ、中身は神優美男って感じ。神優も結構擦れたキャラだったしな。そして何より目を見張るのがその独特でかっこいいメカニックの数々。ローリングゲームで使われてる一輪のカスタムされたバイクはモノバイと呼ばれ、バランサーを搭載することで安定走行が可能になってて、それでもあれ乗るの大変そうだし危なそうだぜ。確かに一輪だと不安だよね。一輪車も乗るの大変だしな。レース用のものは高速性能とコーナリング性能をアップさせてるから操縦難易度が高いみたい。ピーキーな仕様っぽいぜ。イシタル軍の主力で登場頻度が高かったタコと呼ばれる戦車も印象的で、燃料を積んだタンク車を突っ込ませ大爆発を起こしてもほぼ無傷という恐るべきタフさや、可動式のいくつもの砲門を持ち、前後左右のあらゆる方向へ同時攻撃が可能な高い攻撃性能など、ほぼ無敵と言っていいほどの性能で、正式名称はアドミラル A1 戦車。とんでもない硬さと手数の多さだったぜ。そのタコを輸送するドンガメと呼ばれる輸送機は走行は神っぽい感じだったけど、そのデカさや、タコを降下させるところとか印象的だったし、なんかジブリとかに出てきそうだな。アフロディア軍が使う、タイタコ戦車用に開発された高速機動兵器。戦闘用モノバイも一輪バイクが改造された独特のフォルムで、車体が大きい分まだ安定感がありそうだぜ。レールキャノンを取り付け手法にしてタコの走行を貫けるほど、対人用のマシンガンやスモーク弾なんかも装備され、高速性能と機動性を維持しながら、高い攻撃力を持つことに成功。かなり強力な武器っぽいな。ただ一撃離脱の戦闘を重視してるため、防御性能はかなり低いみたいだよ。一撃必殺の機動力重視ってとこだな。隊長である加圧専用の三輪タイプもあり、レールキャノンも大型のものが装備されてて、そのバイク輸送車は陸上移動の超大型装甲車って感じで、バイクのみならず隊員たちの生活の場も兼ねてて、宿泊場所や整備場に司令室など、陸上の空母のような存在だよ。相当巨大な車両っぽいな。また街で疲労を負ってた警官が乗る三輪のマシンも性能がすごく、前輪の二つがまるで生きてるかのごとく滑らかに稼働させることができ、エスカレーターの手すりに車輪を上げて移動してたのが印象的だったよ。なんかもう超性能すぎるな。ただこういった変わった車両ばかりではなく、ヒロインは普通の二輪バイクを乗ってたし、普通の四輪の車もあるし、ウィルは六輪のバギーを乗ってたりもしてたよ。いろいろ混ざってる感じだな。原作では現実社会にあるものをベースにして描かれてたけど、小林誠さんと横山光さんの手が加わりかなりデフォルメされ、かなり独特でオリジナリティが高いメカニックになった感じだよ。まさに巨匠の仕事を感じるぜ。ただそんなすごいメンバーに高い作画や演出、そうそうたる声優陣に独特でかっこいいメカニック、さらに素晴らしいサウンド、高い予算をかけてすごい作品が出来上がったにもかかわらず、興行的には振るわなかったみたい。なんでなんだぜ。いろんなことを言われてるけど、ストーリーのつまらなさってとこが言われ、見る限りつまらなさはそれほど感じなく、見応えもある作品だとも感じたけど、ガンダムシリーズに似たありがちな展開。若者たちが戦いに巻き込まれ、怒りや不満を抱えぶつかりながらも敵に立ち向かい、すごい能力を見せる主人公など、ある意味お決まり的な展開でもあり、
だいぶアニメのテイストも変わってきた時代に、古さを感じさせる内容にもなってしまってるってとこが言われるし、時代によってトレンドも変わるしな。すごい声優たちの中に入った主人公の違和感もあって、当時アイドルとして人気も高く話題性も高かったと思うけど、声優の演技としてはいまいちなところがあり、感情移入がしきれなかったってとこはあったね。よく芸能人が声優をやるとって話もあるしな。すごくハマっていい味を出してくれる人もいるけど、テレビの時の声と、声優として吹き込んだ声の違いや、自分がする演技と、そのキャラがしてる演技に吹き込むってところの違いもあったりするし、致し方ないけど残念さがあったのは感じたよ。フィールドが違う世界でもあるしな。あとキャラのうざさや残念さってところもあったみたいで、とにかく主人公のヒロがやたらと切れて、ほぼほぼ怒りしかなく、大人に対して、立ちふさがる相手に対して、さらにはヒロインにまで切れっぱなし、常に不機嫌で仏頂面の感じ悪さがあったり、ずっと不機嫌ってきついな。オリジナルキャラのスーがまたズーズーしくずけずけと物を言って、強引で自己中なところがありかなりうざさがあるキャラでもあったし、隊長のカーツは池田秀一さんのイケメンボイスでかなりできる雰囲気だったけど、それほど見せ場がなく、結構あっけなく倒されるポンコツ性能もあり、極めつけは敵のボスドナーで、自尊心が高く高圧的でプライドの塊のようなキャラだけど、純将でもあり司令官までなった人物がやたら市場を挟みすぎ、バカにされたり挑発されると感情のまま突っ込んでいくポンコツ性能とか、かなりキャラの残念性能ってのが目立った感はあったよ。ある意味キャラが濃そうだぜ。そして安彦監督の作品で小林誠さんや横山光さんがメカニックデザインをし、ガンダムシリーズに携わった人が多くいたのにロボが出ないってとこが言われ、やっぱこのメンバーだとロボを期待しちゃうところもあるし、メカニックは秀逸だけどパンチに欠けるところがあり、もちろん原作を知ってる層に関しては当たり前のことかもだけど、その期待値に対しての満足が得られなかったってとこもあるみたい。確かにメンバーがメンバーだし、ロボが出ると盛り上がるしな。あとこれが一番大きい要素かもだけど、実写のパートを取り入れて融合させてしまってる点。かなりの予算をかけて金星の荒野のイメージにあった、アメリカのアリゾナ州化石の森国立公園でロケを行い、おそらくバイクカメラで実際に走ってるような視点で撮影され、結構加工もされてかなりこだわられ、そのシーンだけ見るとかっこいい演出でもあるんだけど、やっぱアニメに融合させちゃうとあれ?って感覚になっちゃうし、それまでアニメーションできてて突然実写に切り替わり、さらにそこにアニメーションを組み合わせるとやっぱ違和感しか感じないとこあるね。確かにたまにあるけどそういう演出は違和感感じるな。演出としては斬新さもあるんだけど、禁じ手とも言われるほど実写とアニメーションはうまく噛み合わないところがあるし、例えば実写のようなこだわりの作画で、リアリティを追求してる作品であれば、そういった演出はうまく噛み合うかもだけど、アニメーション要素が強い作品にはちょっとってとこあるね。感慨深いぜ。そういう声があるけど、結構いろんな方がやってしまうとこがあるみたいだよ。まあロマンもあるしな。まあこのことが実際に当てはまってるかどうかはわからないし、全く別の要因かもしれないけど、興行的には振るわなかったのは確かで、安彦監督自身ジャイアントウォーグの時も商業的に振るわずアニメ屋としての気持ちが切れたとも言ってて、後に風の谷のナウシカやうるせえ奴ら2ビューティフルドリーマーを見て、そのクオリティの高さにとてもかなわないと思ってて、追い打ちをかけるようにこの作品の失敗があり、アニメ業界からは手を引き、ガンダム絡み以外の仕事は受けず、漫画用に専念することにして、この作品はビデオや LD なんかは発売したけど、その苦い思いから DVD の発売許諾を出さず、時の流れとともにほぼ世に出ることがなく封印されてしまった作品。そんな複雑な事情があったんだな。ただやっぱそれだけの作品だから根強いファンも多く、そのクオリティで海外評価も高い作品で、幻の超大作として知られる存在になってて、そういうことだったんだな。2018年に最上映イベントが開催された際に安彦監督が、改めてそのクオリティの高さを知り、このデジタル配信時代に封印といった古びた方法では作品を隠せないことも知り、この作品を見てもらいたいという気持ちから、DVD やブルーレイの発売が決まり、いろんなサイトで配信されるようになり、今では幻の超大作ではなくなってるけどね。こういった隠れた名作が世に出るのはいいことだぜ。安彦監督自身も機動戦士ガンダムジオリジンで、アニメ業界に本格的に復活を果たし、公開予定の新作機動戦士ガンダムククルスドアンの島でも監督をされてるし、今後も気になるところがあるね。ジオリジンはめちゃくちゃ面白かったぜ。始まりの物語でシャアにフォーカスが当たり、深くてかっこよかったね。いやー、さすが幻の超大作って言われた作品だけあって、ほんとすごいクオリティで見応えもかなりあった作品だったよ。なんか見てみたくなったぜ。残念要素も若干あるけどそれはそれで味でもあるし、そういった要素が全くない作品の方が珍しいしね。
確かにそうだぜ。とにかくメカニックが秀逸だし、音楽もいいし、すごいメンバーが集まって作られた贅沢な作品でほんとおすすめだよ。ますます気になるところだぜ。いやー、アニメってほんと素晴らしいもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。